岡三証券投資情報部の福島です。本日はインベストジャパン、日本を代表するニッチな企業に投資妙味というテーマでお話しさせていただきます。2024年も日本を代表する企業に注目したいです。 日本株は脱デフレやコーポレートガバナンスの改善など、2023年の株高要因が引き続き株価を牽引するほか、2024年1月から始まる新ニーサ制度も追い風になると考えます。新ニーサ制度では、制度の高級化や非課税保有期間の無期限化、非課税投資枠の拡大により、 株式投資を行いやすい環境がより整うことから、投資未経験者にとっても新たに投資を始めるきっかけとなると考えております。また、岸田首相が日本の資産運用業強化に向けて海外勢の参入を促すための資産運用特区を設けると表明し、2024年夏をめどに同制度の内容を公表する見通しです。海外からの資金流入にも期待したいです。 そこで今回は世界で活躍する日本企業を選定するにあたり、経済産業省が2020年6月に選定したグローバルニッチトップ企業100選に注目したいです。グローバルニッチトップ企業100選とは、 世界市場の日地分野で勝ち抜いている企業や国際情勢の変化の中でサプライチェーン上の重要性を増している武装材などの事業を有する有料な企業100社を経済産業省が選定したものでありその中で東証に上場している企業は49社ありますこの企業群を今期が2桁増益予想の銘柄グループと 今期が現役予想の銘柄グループに分けて、2020年6月を基準に平均株価の推移を比較しました。すると、2桁増益予想の銘柄グループのパフォーマンスが特に良いことが分かり、業績拡大や成長への期待が大きい企業が市場から評価されていると推測されます。 そこで今期来期ともに増益予想で、かつ日本を代表するニッチな企業として投資妙味があると考える6銘柄を選定しました。今回動画では2つご紹介させていただきます。まず1つ目が銘柄コード6363の取島製作所です。こちらは大型高圧ポンプの大手メーカーで、 海水から淡水を製造するプラントに使われるポンプ一式を提供しています。世界各地の大型海水淡水化プラント向けに高い導入実績を誇っております。二つ目は、銘柄コード7730のマニーです。こちらは眼科ナイフをはじめ、えー、極小手術機器に強みを持っています。海外120カ国以上へ販売しており、 製品需要は海外が中心です白内障手術で使用される眼科ナイフの需要拡大の継続などから3期連続の過去最高業績更新を目指しております他にもスポンジチタンのグローバルトップメーカーである大阪チタニウムテクノロジーズや世界で初めて魚群探知機を実用化したフルノ電機 環境試験機のトップブランドであるエスペックやタイヤバルブ、バルブコアで国内100%、世界50%のシェアを誇る太平洋工業もご紹介しております。以上で説明を終わります。ありがとうございました。